皆さん、こんにちは。不思議な冒険の世界へ、今日もようこそ。皆さんは、たくさんのものを持っていますか？最近、ものを全然持たないライフスタイルが注目されています。今日の物語の主人公もそういうライフスタイルを持っている人です。それでは聞いてみましょう。ミニマリストな男。僕はミニマリストだ。僕の友達はそういう。お前は本当に何にも持ってないよな。彼はそう言った。そうかな。僕は自分の部屋の中を見渡して言った。部屋の中には僕と僕の友達、そして何もなかった。それ以外は何も見当たらない。だけどもちろん僕の押し入れの中には掛け布団が一つだけある。敷布団は捨ててしまった。僕のアパートの部屋は畳の部屋だから敷布団はいらないと思った。少し硬くて腰が痛くなるけど畳の上にそのまま寝た。枕はなかった。捨ててしまった。特に必要ないと思った。もし枕が必要な時は、図書館で借りた本を枕の代わりにした。ハリー・ポッターとか村上春樹とか、そういう少し厚い本がちょうどよかった。あとは電気。天井に電気が一つだけ。服は今着ている T シャツとジーンズ。靴下は履いていない。パンツも履いていない。ちょっと汚いと思うかもしれない。だけど僕はもうそれに慣れてしまった。冷蔵庫の中には何もない。僕はコンビニの上に住んでいる。僕のアパートの1階はセブンイレブンだ。何か飲みたいものがあったり食べたいものがあればセブンイレブンに行って買う。だけど少し高いからほとんど行かない。水は水道水を飲むし、食べ物はまあ
ご飯を炊く炊飯器はなかった。だから僕はパンを食べた。パンをそのまま。トースターもないから、トーストを作ることもできない。サンドイッチ用のパンを買って、それをそのまま食べた。問題は、タンパク質だろう。肉とか魚を料理するためのものは全く持っていない。フライパンとか鍋みたいなものは邪魔だったから捨てた。そもそも火を使うためのガスコンロも捨ててしまった。だけどここは日本。スーパーマーケットにいれば美味しい生の魚がたくさん売っていた。新鮮でそのまま食べられる魚。刺身用のサーモンとか、そういう魚を買ってそのままかぶりついた。醤油がないけど別に構わなかった。栄養は同じだから。だいたい塩は取りすぎない方がいい。今日の朝はパン、生卵。普通パンをトーストして卵は焼いて食べるだろう。だけど僕はそういうめんどくさいことはしない。パンを食べて口の上で卵を割ってそのまま卵を飲み込んだ。一つ、二つ。最近筋トレをしてるから卵を二つぐらい食べた方がいいと思う。昼ご飯は魚を生のまま食べた。あとキャベツを生のまま食べた。包丁もないからサラダみたいにすることはできないけど、そのままかぶりついた。まるでリンゴを食べるようにキャベツやレタスを食べる。人参も皮のまま食べるし、ズッキーニも生で食べる。晩ご飯は肉を食べたいと思った。だけど肉を生で食べるのはとても危険だ。そういう時に僕は友達の家に行った。僕の友達は僕の部屋の隣に住んでいる。友達はたくさんのものを持っていた。包丁だけで10本あったし、フライパンも20個。ジーンズは多分50着ぐらい。友達の部屋は物で溢れていた。そんな部屋によく住み続けられるな、そう思っていた。物が多すぎて部屋の中の空気が少ない気がするぐらい。彼の部屋はそれぐらい物が多かった。
友達の部屋で鶏肉を焼いた。肉の匂いが多分部屋中のものについてしまったと思う。ちょっと悪い気がした。だけど友達は、いいよいいよと言ってくれた。僕の友達はとてもいいやつだ。何でも僕の言うことをいいよいいよと言って聞いてくれた。反面僕は友達が言うことをいつもいやーそれはちょっとごめんできないそういうふうに断ってきた。友達がトイレを使っていいと聞いた時でさえも僕は隣の部屋に住んでいるんだから家に帰ってしたらと言った。反対に僕が友達の家で急にお腹が痛くなった時は友達はいいよいいよと言って僕にトイレを貸してくれた。多分部屋中のものに匂いがついてしまったと思う。少し悪い気がしたけど自分の部屋に戻れば全く匂いがない。友達には申し訳ないけど僕は綺麗な空気の中で眠ることができた。本当にごめん。そんな友達が引っ越しをすることになった。僕は聞いた。どこに引っ越すの？彼は答えた。このアパート。もう少し広い部屋の方がいいと思って。え？このアパートのもう少し広い部屋って、もしかしてこの上？僕が言うと彼は、そうそう、君の部屋の上だよ。大家さんの部屋だったんだけど、大家さんが引っ越すらしくて、僕がそこに住んでもいいって言ってくれたんだ。そうして彼の引っ越しが始まった。それはとても大変な引っ越しだった。引っ越しが終わるまでに1週間かかってしまった。僕はもちろん手伝わなかった。そんな疲れることをしたくはなかった。友達のためだとしても。友達は他の友達を集めて引っ越しを終わらせた。他の友達たちは僕とは違ってみんな喜んでその友達を助けた。それから友達はさらにたくさんのものを買うようになった。彼の部屋は3つ。だから今までよりも3倍のものを置ける。彼はそう言っていたけど、実際はその30倍ぐらいのものを集めていた。あいつは多分何かの病気に違いない。僕はそう思っていた。僕の部屋はさらに物が少なくなった。僕はそもそもジーンズを履くこともやめたし、暑い日は裸で部屋の中を
過ごすことにした。寒い日は運動して体を温めた。寝ている時もスクワットをした。おかげで全然眠れない。だけど足だけは強くなった。友達はというと、さらに物が増えていった。天井がミシミシと音を立てて、今にも友達が天井から落ちてきそうだった。そんな時に地震が起こった。ゆっさゆっさ、アパートが揺れた。横に縦に揺れた。僕は恐ろしくなって裸のまま外へ飛び出した。セブンイレブンの前にはたくさんの人がいた。彼らは僕を見て叫んだ。キャー！友達が降りてきた。あ、これは僕の友達です。彼は多分お風呂に入っていたんでしょう。裸を、まあ、見逃してあげてください。そこにたまたまいた警察も、そういうことならしょうがないな。そう言って僕を逮捕したりはしなかった。僕は友達にありがとうと言って友達の部屋に戻った。たくさんのものが倒れていた。僕は友達を手伝った。部屋をきれいに片付けた。僕は友達に言った。もしよかったら服をいくつかくれないか。裸のまま生活するのはやっぱり悪いかなと思って。彼は言った。いいよ、いいよ。それにフライパンを一つと包丁一本、あとガスコンロがあればくれないか。僕は聞いた。彼はいいよ、いいよ。あと寒いからエアコン一つと毛布、布団もやっぱり欲しい、敷布団も、あと枕。いいよいいよ、彼は言った。あと村上春樹の本を全部と、ベルセルクの本を全部、あとテレビを一つと、ニンテンドースイッチを、プレイステーションもあるかな。いいよいいよ。そう言って僕は必要なすべてのものを彼からもらった。僕の部屋は普通の人の部屋のようになった。彼の部屋もまあ普通の人よりは十分に物が多かったけど、それでも地震が起こって天井からすべてのものが落ちてくるほどではなくなった。僕も彼もそれから普通の人たちのように生活をすることができるようになった。お楽しみいただけたでしょうか。物を持たなすぎも、物を持ちすぎも良くないですね。何事もほどほどが一番ということかもしれません。
それではまた不思議な冒険の世界で皆さんをお待ちしております。チャオチャオ、アスタルエゴ、またね、またね。